秋田市の山でキノコ採りをしていた74歳の男性がクマに襲われ、顔などに怪我をしました。男性はここから車で10キロほど走り、さらにそこからバイクや徒歩で山の中に入り、そこでクマに襲われたということです。警察によりますと、昨日午後2時ごろ、秋田市川辺岩見の山でキノコ採りをしていた大仙市の74歳の男性がクマに襲われました。男性は顔や腕を引っかかれるなどしましたが、自力で家に戻り、家族が119番通報しました。現在、男性は秋田市内の病院に入院していて、怪我の程度は分かっていませんが、命に別状はありません。男性は体長およそ1メートルのクマ1頭と体長およそ50センチのクマ2頭の合わせて3頭と鉢合わせになり、体長1メートルのクマに襲われたということです。今年県内ではクマに襲われて1人が死亡し、この男性を含めて8人がけがをしています。県はツキノワグマ出没警報を今月末まで延長して警戒を呼びかけています。